どうも、愛嬌です。今日はですね、クロスカブ110に CL250 のミラーを装着したいと思います。実は以前にですね、クロスカブ110の純正ミラーを外してですね、レブル250のミラーを装着したんですけれども、純正のミラーと比べるとですね、ちょっと位置が低くて内側になったんですよ。なのでね、ちょっと視認性がいまいちだったんですよね。見た目的にはすごく良かったんですけどね。で、そのレブルのミラーを取り付けた動画にはですね、いろんな人がコメントくれたんですけど、いろいろなね情報をいただきまして、このミラーがいいですよとか、あのミラーがいいですよとか、いろいろね教えていただいたんですよ。で、その中でも僕が特に気になったのは CL250 のミラーだったんですよね。ちょっとだけ外側に出てちょっとだけ上になりますよっていう情報をいただきまして、あ、それは結構理想的な位置かもしれないと思って、今回ね CL250 のミラーを注文したんですけど、ちなみに皆さん、純正パーツの注文の方法って知ってますか？近くにバイク屋さんとかがあれば、バイク屋さんを通して純正部品を買うっていうこともできると思うんですけど、インターネットの通販で買うこともできるんですよ。各メーカーさんがですね、パーツカタログっていうのをインターネット上で公開していますので、そのパーツカタログで部品番号を調べてウェビックで注文するっていうことができます。で、今回ね CL250 のミラーを注文していろいろ分かったことがあります。で、ちょっと注意喚起もありますんで、ちょっとね皆さん聞いていただけたらと思います。まずね、部品番号っていうのは全年式のバイクが公開されているっていうわけではないんですよね。レブルに関しては2019年式のパーツカタログが公開されていたので、これでちょっと見てみたんですけど、今から言う部番は概要欄にも入れておきますね。ミラーの本体の品番は 88210K87A00 です。で、ミラーのですね、ナットも別売りなんですけど 90301K20901 です。で、ターナーが 90101K20901 で、ゴムカバーが 88119K87A00 でした。で、これの単価がですね、全部税抜きになるんですけど、ミラーが2464円、ナットが159円、ターナーが506円、ゴムカバーが198円ですね。で、それぞれ、左右に取り付けなきゃいけないので、2個ずつ購入した時の総額は6654円です。これの税込みは7320円ということになるんですよね。で、僕がヤフオクで買ったレブルの純正ミラーっていうのは1万2000円したので、倍まではいかないですけど、かなり金額が高かったんですよね。正直ね、いつでも注文できる純正部品だったら定価よりも高いはずなんかないというふうに思い込んでしまって、ヤフオクで注文してしまったんですけども、ヤフオクとかで中古の部品を買う場合にはですね、パーツ番号を調べてウェビックで単価を調べてからの方がいいかもしれないですね。で、次にですね、 CL250 のミラーの部番なんですけど、ミラーの品番が 88210K3SJA0、 ミラーのナットは 88119K87A00、 ターナーが 90101KWW640、 ゴムカバーは 88119K87A00 ですね。で、これね、部品番号が一緒なのはゴムカバーのみとなります。で、価格はミラーが2464円、ナットが198円、ターナーが506円、カバーは同じなんでね、198円という形になります。ミラーの価格がね、レブルのミラーと同じだったので、これもしかして部番は違うけど同じもんなんじゃないのってドキドキしたんですけど、注文して届いたものをですね、ちょっと車体に当ててみたんですけど、間違いなくレブルのミラーに比べると少し外側でちょっと上になるような位置になってました。で、ターナーとナットに関しては部番が違うんですけど、おそらくレブルのミラーのパーツが流用できると思ったので、今回は注文してないです。実際にね、この後付け替えてみますので、どんな感じの位置になるのか皆さんも見ていただけたらと思います。
はい、というわけで今回はですね、ヤフオクで中古のパーツが新品のパーツ以上の金額で売られてるよという注意喚起とですね、視聴者さんのおかげで僕のクロスカブ110にとって最高のミラーが取り付けできたよということをお伝えしたくて動画を撮りました。で、部品番号が違ったですね、ここのカバーとナットなんですけれども、これはね、無事流用することができました。全く問題なく使えることができましたんで、その点もお伝えしておきたいと思います。今回の動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。 Twitter と Instagram もやっております。概要欄の一番下に URL ありますので、よろしければフォローをお願いいたします。今回の動画でわからない点があったという方はコメント欄の方にコメントいただければ必ず返信いたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。